シークレットブーツを早く脱げ。おさむペンギン好きだね。わーじゃないでしょ。ほらリアクションおかしい。レディ一番前のレディたちも心にギュンギュン来ましたね。そうなんですよね。ペンギンっていうのはやっぱりね、まあ人間におけるブルースですね。やっぱペンギンのボイスっていうのはブルースなわけですよね。だからこのね、やっぱりいろんな思いがあるわけですね。そうね、そう。だからそのね、いろんな、まあ奥様旦那以外にも好きな人がいる、わかります。その気持ちはわかりますけど、でも恋にできない言えないことをペンギンは代弁してるんですね。このおさむペンギンはその切ない気持ちを代弁してるわけです。さあ聞いてもらいましょう。おさむペンギン、あおい、そこはさ、そこは言えよ。それ今日あったじゃん、俺。それでだから拾えない、拾えない。日本語で。もうわた。加藤ペンギン。加藤ペンギン。加藤。ワンツースリー。はいゴー。
笑